ニュースシネマパラダイス、どうも、有村昆です。中国による台湾への軍事圧力が強まる中、米国のペロシ下院議長が台湾を訪問し、米中関係の緊張が高まっています。中国は大規模軍事演習を実施し弾道ミサイルを発射。そのうちの5発が日本の排他的経済水域、EEZ に落下し、日本も人事ではありません。映画界に目を向けると今、台湾がめちゃくちゃ熱いんですよ。今回紹介するのはネットフリックスで配信されるや否や、全世界で大ヒットしている台湾ホラー、シュソです。主人公は6歳の娘を持つシングルマザーのリー・ルオナン。以前は怪奇スポットをめぐる YouTuber で、6年前に奇妙な風習が残る小さな村を訪れ禁忌を破り呪いを受けてしまうんです。その呪いが娘にも降りかかり、それによって次々と起こる怪奇現象に悩まされることに。なぜ、ジュソがこれほどに怖いのか、演出方法から紐解いていきたいと思います。映画は実際に起きた事件を元にした、モキュメンタリーです。つまりドキュメンタリー映像のように演出したフィクション。1999年にヒットした、ブレアウィッチプロジェクトのようにファウンドフッテージ中、埋もれていた映像という設定のフィクション作品を採用し、登場人物によって撮影された映像で構成されています。